受けてやるから、お願いします。
あ、ごめんなさい、いいよいいよ、もう来てるこのさんにフライングショーって言われたんですよ。お願いします。せーの、ドン。あ、いいです。お願いします。はい。せーの。あ、すごい。かかるっすね。全然違う。やっつけた。あ、お願いします。いきます。透明なグラスを持った時にここが密着してるってことは、
透明なグラスがもし鉄の棒だったらそれもうぶら下がっちゃってるってことだからストローができないで釣られちゃうから、ですよね。はいはい、俺もひどいですよ。だから自分の心を鉄の棒のように考えて、相手にフックされないようにこう持ち上げとかなきゃ、そうすればフックしづらいんで、それで自分の数字を抑えておいてとんでもないです。めったに俺帰りたくなっちゃう。いやもうないっすよ、普通に言ってみても目の前で、せーのでも強いっすね。勝ってさ、すごい。これにどう、まあ、いいですよ、ここも浮いてるし、これで引きながらこっち行くんですよね。いいと思いますよ。パワーないです。パワー大丈夫だと思うんですよ。ゆっくりちょっと行け、ここがこのまま行ってるから、手をぶつかり込んでるから、ちょっと行っちゃったね。全然違うな。真っ向意識しなかったんですけど、あ、やめた。ダブルで、もう本当になんていうんですか、ただ普通に肘バザと持てればいいやみたいな感じがしたんで、確かにこれだと、やっぱ相手の体で疲れちゃうんですよ。そうですね、強い相手だと。これは言う通り、これを上からスッていけるもん。いけたけるんですね。え、次ぐらいから抜けられますよ。どんどん渡谷さんの握りを覚えた方がいい、本当に。人差し指が本当は反則になっちゃいますけど、極力こうやって押さえる、上から押さえる。本当にね、いかない気がする、握ってる。あ、いいな、いいっす。もっと上がる、もっと、それ練習ですよね。だから、重い負荷かけると力んじゃうから軽いので、ここの隙間をピンって跳ねるんだ、跳ねるんだっていうと、めっちゃ違うよ。ありがとうございます。喋らない。まあ、そうだよ。あ、そうなんだ。手もごついし、いいっすよ。いいと思いますよ、すごい。あとはだからこうやって、多分上の取り合いで外れないように。あ、はい。はい、せーの。いいっす、いいっす、いいっす。いやいや、マジで。中村くん、あ、そういう感じですか。見た目だけでも、お疲れ様です。これもすごい。ドガンじゃねえ。ちょっと行ってみて。ジェイコビングです。せーの。じゃあ、はい、だから怪力だからみんな負けちゃうけど、俺も握りやすいもんだから。でもこれで多分取れちゃうんじゃないかな。取れることが多いです。はい、それですごいいい手術とかさ、ちょっと手の長いやつにはさ、多分ジャップとかだとさ、こういう位置に入らない。そういうコースで、こんな感じになって潰されてるんだ。はい、さっきの俺と仲間くんだから、この縦のここを締めろって言うんで、ここを締めろって言うんで、この角度をここ少し改良していった方がいい。ああ、はい、はい、これ立ってたらいい。はい、せーの。おー、初めやつ。はい、残ってない。 Yeah.
押してみ、うわこうやってサイドプレッシャーかけて、もっともっとプレッシャー続きなんてやるときプレッシャーかけて、こっから始めるからルールなんだけど、ちょっとでもこっから始めるからすごいっすだね、プレッシャーこうやってかけて、すごいこう、はい、負けかけて、はい、やっもういいじゃん、そのぐらいでやってやるから、うわー、最高のこれはラップの時も同様、もちろん、もちろん、もちろん、ドン！立てて、こっちで力入れてるんだけど、こっちに引くような、はい、はい、スパッて、はい、ゆっくり引く、あー、やろ、あ、そうそうそう、そんでもっと押せ、もっと根元から引いてこっちやって、体もっと押して、はい、そう、はい、プレッシャーかける、はい、渡辺秀也はこれすごいですよ、あー、手立てて、体落ちないように、そうすれば、すぐだってね、噛むのにこうなるから、はい、いいですよね、あ、正直にさ、正直に堂々と構えてるからさ、はい、やりたいようになるから、はい、浮いてる、おぉサカちゃんすごいなんだよね、だってサカちゃん多分いや、これはいいですよ、はい、手ちっちゃいでしょ、手はちっちゃかったですね、すみませんけど、はい、プレッシャーかけるのね、はい、ああ、いいねもうちょいね、こういう感じでもいいね、押さえつけちゃう、はい、次やって、はい、持ったものを上に上げろ、テンションをかけるから、せーの、こっからこっから下で強引に行ってるから、ね、前からだよね、指来てる、そうなんですよ、前さ、朝日道場で会った時、俺片手懸垂見せてさ、やれって言ったじゃん、ゼロ片手で懸垂、その体重でやれば、多分今みたいなの癖ついてるから、ラップでもそうなっちゃうんだよ、こっからだって、こっから下に行ってるもん、そうです、こっから行くのも、あーすっごい、おーすゼロす、ゼロ、おーちょっと待っていいよ、それが変わったら返せないよ、あらっそう、まあ、力入らないでしょ、左の方がいいですか、同じ位置で構えてくる、手が上にあるから、ね、中村君が行っても下に入っちゃって、こうなっちゃう、はい、あこうされないようにこう上がってくるものを落とされる、あー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 ここを上げないと鈴木にパンってやられちゃう、はい、ゆっくりよ、はい、せーの、あ、うん、そうそう、もう一回もう一回もう一回、はい、しっかり張って、はい、ってそうそうそう、もっと張れ、もっと張れ、ダメだここ隙間開けちゃダメだ、ここ密着しない、はい、上げろ上げろ完全上
分負けてますもんね、今まで。うじないよ。だから、あのチューブも必要ってことですよ。チューブあるっけ。いや、あれ買って練習したらね。緑のやつ。